何かしていく？Thank you.
っしゃい。どうしてこんなことに。怪物を倒すなんて無理であります。怪物がどうしたって。へっ、いい反応じゃん。悪魔と怪物どっちが怖い。ああ、ベルゼブブさんにはもう慣れているであります。チェ。で、怪物って何のことだよ。東の渓谷の近くに怪物が住み着いたという噂が立っているのであります。あそこを通ると崖の上から脅すようなうなり声がするとかで、行商人も怖がって道を使いたがらないとか。それは困った話だな。噂が広まると商人が町に来なくなるかもしれん。そこで私、怪物退治を頼まれて引き受けることになったのであります。ですが、元軍人といっても戦いには全く自信がなくて。なんで弱っちいのに怪物退治なんて引き受けるんだよ。実はこの間行商人に、荷物が多くなりすぎたから次に来る時まで預かってほしいとお願いされたであります。私はもちろん構わないと二つ返事で引き受けました。しかし行商人が去り際に冗談交じりで、絶対に売らないでくれよと言い残していったのであります。それを聞いていけないと思いつつ、どうしても我慢できなくなって、通りかかった旅の男にただ同然で売ってしまったのです。相変わらずだなお前。それで簡単に怒った行商人にお詫びに何でもしますと言ったら、噂の怪物を退治してくれと頼まれた次第であります。自業自得だね。怪物か、ちょっと面白そうだな。それならぜひ私の代わりに怪物の正体を突き止めてください。そしてできればそのままぶっ飛ばしてきてほしいであります。何かしていく？
して。私も今やり合うつもりはない。あくまで偵察が目的だ。南の高台から様子を見てみる。それにしても彼女は何者なのだろう。アンのことか。そんなのどうでもいいじゃん。よし、いっちょ上がり。それにしても彼女は何者なのだろう。アンのことか。そんなのどうでもいいじゃん。まったく世話がかかりますな。
ちっとは楽しかったぞ。近づかない方がいい。わしの出番ですな。これは話に聞いていた以上だな。ほとんど要塞じゃないか。あの警備はそうそう破れんぞ。やむをえん。やはり東の渓谷へ迂回しよう。あれ、なんだよこれ。ああ、お守りだ私の。おいおい、この人間知ってるぞ。昔有名だったセクシーテリアっていうお色気女優じゃろ。真面目に見えてもエロじじいだなお前さん。うるさい、座ってろ。出発するぞ。国王軍とやり合うつもりだろおっさん。お守りってことはさ。なんじゃと。国王軍とは戦わんと言ったじゃないか。おっさんは昔の借りを返すつもりなんだよ、国王軍の奴らに。そんな嘘じゃろ。30年も前のことじゃないか。ごちゃごちゃ言うな。シーフが偉そうに余計なことペラペラ喋ったからだぞ。いや、一番の目的は泉を見つけることだ。だが国王軍に阻まれれば受けて立つ。特にゼウ大将軍は歓迎してやる。パパ、戦車だ。いいぞパイケ、思った通りだ。行くぞ、先回りするんだ。ってさ、懸賞金がかかってるんだよな。これからは国王軍だけでなくバウンティーハンターからも狙われる。それってアンモってことだよな。何ですか王子、あんな小娘の心配をしておるのですか。別に、あいつがいなくなったらデカを作れなくて困ると思っただけだ。スピノ町にいる。できる乗り物でもあれば届きそうだな。
か。まったく世話がかかりますな。この辺りの西側にも砂の大瀑布がある。迫力あるって。ラプトルのボスじゃ。腕で戦うのはおすすめしかねますな。まあ、世話がかかりますな。正確に狙ってきやがれ。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。世話がかかりますな。世話がかかりますな。わしの出番ですな。岩場など狭い場所での戦闘は死角に注意した方がいい。不意をつかれると戦況が不利になってしまう。確かにそれで負けるのは気に食わないもんな。気をつけよ。滝、絶景というやつです。これが水だったら水源を探すこともないのだが。まっまったく世話がかかりますな。すっげえ滝、絶景というやつです。これが水だったら水源を探すこともないのだが。あら、シーフ、水に変える魔法。ま
世話がかかりますな。すっげえ滝。絶景というやつですが、これが水だったら水源を探すことも。今のが噂の怪物か。いい感じのうなり声じゃん。この近くにいるようです。よし、一丁上がり。わしの出番ですな。戦闘の時何を考えている？とにかくぶっ飛ばすことかな。それもどうやらこれが東の渓谷らしい。たっけー、確かにこりゃジャンプメカがないと登れないな。ここを越えればいよいよ幻の泉じゃな。そう簡単なものではないだろうが、大きく前進するのは確かだ。よっしゃ、さっさと登り切っちまおうぜ。高さどうってことないぞ。だよシーフ、もうバテたのか。魔物の里に引きこもってるからだぞ。自分はジャンプメカに乗ってるから。王子。あ、うわあ、なんだよ危ねえな。パパ、外れちゃったよ。構わん、どんどん投げろ。どうせ逃げ場はないんだ。パイクは奴らの似顔絵をスケッチしておけ。わかったよ、パパ。
ベルゼブブだ。メカにベルゼブブが乗ってるよ。なに？ベルゼブブだと？なんで悪魔の王子が人間と一緒にいるんだ？どうするんだよ。昔コテンパンにされたのに。ビビるなバカモン。俺たちはシャンドランド一の悪党スイマーズだ。だがとりあえず安全な場所から岩を落として様子を伺うぞ。おスイマーズだ。あいつらスイマーズだと？あの有名な悪党か。あの腐ったれどもめ、卑怯な真似をしよってぶっ飛ばしてやれ。待て王子、万が一岩が直撃したらジャンプメカが壊れてしまう。ああ、そっか。だったら直接ぶっ飛ばしてやるぜ。キャッ！ナイスなおっさん！やあ！いい援護だったぞ、おっさん。ああ。え？うおー！待て、こんにゃろ！不思議だったな。さっき王子の声が聞こえたような気がした。イカしたんじゃなくて倒れてたんだよ。悪魔は脳だけで話ができるんだ。人間と思って倒れたのは初めてだったな。言わなかったけど心も読めるんだね。大人が人間にしてはなかなか透明度が高かった。そうでなきゃこんな度人間なんか来るのか。うるえ、ベルゼブブ！ほった！ひるむな！行くぞ！やって！うりゃ！ほい！はっ！強いよ！痛いな、この野郎！いって！うりゃ！うりゃ！むかつく！大丈夫か、シャーク！はっ！ほっ！ブレレレレレレ！てる！ポイク！やっ！これってすごい？まずいよ、パパ！ビビるな、バカモン！そりゃ！チェー！いくぞ！ほい！シャーク！うりゃっ！せや！なに？ほい！どりゃっ！うりゃっ！やっ！おのれ、ベルゼブブ！うりゃっ！ぬ。やっ！どりゃっ！えい！ちょこまかと？うりゃっ！せや！ほい！どりゃっ！うりゃっ！ほい！せや！やっ！うぅ！くそ！人間を襲うなんてとんでもない悪魔だ。勝手なこと言うな。そっちが喧嘩売ってきたんだろ。さーて、どんなお仕置きをされたい？ぐんね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 ん。ゲッピー！はーい。なあ！くそ！あいつら逃げ足だけは早いんだよな。お？王子、ご無事ですか？俺があんな奴らにやられるかよ。それを？
スイマーズが落としていったんだ。って、俺じゃないか。こんなの書いてどういうつもりだ、あいつら。ここまで来れば安心だろう。パイク、スケッチは持ってるな？うん、一枚は落としちゃったみたいだけど。よし、うまいぞ。しかし、こいつどこかで見たことないか？ない。よし、シャーク、この絵を急いで報道局に行って200万ゼニーで売ってこい。儲けるだけ儲けるんだ。うん。また誰に襲われんとも限らん。気を引き締め直そう。何が来ようが王子がいれば大丈夫じゃ。シーフもたまにはいいこと言うじゃん。ほっ、よっ、ほっ。お宝はどこじゃ。ん、あちらに何。今は手をお貸しできます。お宝はどこじゃ。ん、あちらに何。マズとは何度かやり合ってるのか。何かと喧嘩売ってくるんだよ、弱いくせにさ。お前さんが強すぎるんだろ。国王軍はサンドランド中にいるのか。魔物の里の近くにもいたし。王の都を中心に配備人員が多い。離れた場所にはまちまちだ。あとは各地への配給のために運搬を担う者たちがいる。里の近くを通る連中がそれかもしれんな。
宝はどこじゃ。ん、あちらに何。王子、砂に飲まれているぞ。一度出直そう。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。お宝はどこじゃ。ビビッときません。まったく世話がかかりますな。お宝はどこじゃ。ビビッときません。どこじゃ。ビビッときませんよ。お宝。番組の途中ですが、戦車強盗団についてものすごい新情報が入りました。報道局に寄せられたスケッチから犯人の一人の正体が判明しました。なんだと。全国民のデータから割り出したところ、このスケッチの人物はなんと中央部の北にあるアパトという村で保安官をしているラオ61歳と分かりました。しかし報道局でこのラオという老人の指紋データから過去を紹介したところ、さらにとんでもない事実が判明したのです。ラオは偽名でした。本当の名は国民の誰もが知らない人はまずいないでしょう。その正体はわずか27歳で国王軍の将軍になり、反乱軍や悪人からサンドランドを守った天才軍人であり、反面敵にも恩情深い紳士でもあった伝説のスーパースター、なんとあの芝将軍だったのです。え、驚かれるのも無理はありません。芝将軍はピッチ人による反乱からサンドランドを守った際、あの大爆発に巻き込まれ戦死したものと思われていたのです。何がサンドランドを守っただ。私がやったことは。なおその大爆発によって近くにあった芝将軍の家も破壊され、最愛の妻であった当時の人気セクシー女優でミュージシャンのテリアさんも亡くしています。奥さんならそう言えばいいじゃないか。暗いぞ。知らなかったんだからな。気にするな。付き合い出した動機はエロジジイみたいなもんだった。だって奥さんならなんで雑誌の切り抜きなんか。写真は全て焼けてしまったんだ。芝だと。まさかそんな。すぐにあれ将軍に知らせろ。それから報道局に芝の懸賞金を2倍にすることと、
奴をかくまった者も厳罰に処すことを発表するように連絡しろ。はい。シバ、何を企んでいる。なんでだゼウ。シバはあの時消したはずじゃ。し、声が大きいですぞ、国王様。なんだと、シバ将軍。あいつが、あのシバ将軍だというのか。俺は伝説と戦うのか。よし、戦車隊は続け。各所に警備の強化も通達しろ。はっ。それでこれからどうするんだ、おっさん。泉を目指すことは変わらんさ。ただその前に、ここから東へ行ったところにある国王軍に封鎖された電波塔に行きたい。電波塔？そんなとこに行ってどうすんだ。できるだけ多くの国民に聞いてもらいたいことがある。あそこからなら通信設備を使って国中に声を届けられるはずだ。